ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。D 隊長です。隊長でございます、はい、今日は、タイプ Q の人たちとどう付き合っていくか、どう口説くかっていう編でございます、はい、タイプ Q の特徴としましては、今日もいつもと同じようにエニアグラムの9つの性格診断、エニアグラムでパートナー探しから行っているんですけども、タイプ Q の特徴としましては、平和を愛し、平穏な生活を好む人、欲求としては、人生に平和と安定を求めています、何事もなく平穏無事な生活が送れるようにと。舐めてますか？舐めてないです。舐めてないです思いませんか？思いませんよ。あそこを求めてるって話ですよね、っていうタイプ6だと、違う、そんなこと思っていないって、ちょっとこの書かれ方はイラッとするんですけど、思わない。なるほど。そこを求めてる。あ、だから本当に理想で言えば、本当に南の島とかでこう、みたいな。ちゃんとやってるよ俺はみたいな。やってないとは言ってないじゃないっていうところなんですよね。そこを求めてるって話。なるほど。で、価値判断の基準としてましては、自分は別にどっちでもいい、どっちでも OK といった感じで、自分から積極的に価値判断を下さずに全てを受け入れるようなところがあります。よくここでも隊長は常々、その意見も分かる、あ、この意見も分かる、あ、こっちも、そうだよね、そうだよねっていうタイプ、私はどっちかというとこれって思うと、まあそういう意見もあるけどさでもやっぱりこれだよねみたいな、やっぱり僕はこれっていうタイプ6、ただその意見を言うかって言われると、まが壊れるので言わないっていうのはあるんですけど、なんでこう見え方は一緒かもしれないですよね。そうですね。外から見たら自分の意見はないって思って、あんまりない、ただまあその受け入れ方がもう全然違うっていう、で Q は本当にないんですよね。あ、この意見も分かるし、この意見も分かるし、心から分かるってことですよね。分かる、あ、それも分かるな、まあ、こっちの方が多数派だから、まあじゃあそれでいいや、それでいいやとか、あとはこのよく調停者って言われるのが、こっちの意見も分かるし、こっちの意見も分かるから、間に入ってこう真ん中を、真ん中はこの辺だよねってそうっていうところが多分調停者と言われる、言われる、なんでその人との付き合い方としましては、まあ、友好的なつながりを持ちながら、同時に、まあ、ここでは自分の中に引きこもろうとする、まあ大体よくこの上の方から、この場をニコニコしながら見てるっていう感じなんですかね。なんでその物理的に人から離れて孤独を求めてるっていうタイプ5とかのような感じではなくて、人と一緒にいながら意識的に人からちょっと離れて俯瞰して見てるみたいな、人と一緒にいるのは好きなんですよ。なるほど。でなので人とのつながりは求めてる、はいはい、けどこう人との葛藤が嫌だから、その辺の微妙なところにこういるっていう。なるほど。なんでこちらの方では、まあ、タイプ Q としては、そのエニアグラムの全タイプの中で他のタイプと最も同化しやすい、なんで別のタイプの人といると、こっちのタイプの方に近づいていく、近づいていく、でそのようなタイプに見える、みたいなことが書かれています、でこのよくタイプ Q で挙げられる有名人としては、例えば男性でいうと、嵐の大野さんとか、TOKIO の永瀬さん、元スマップの、まあ、新しい地図の草薙くんとか、まあ、ナインティナインの矢部さん、ジャニーズばっかりですね。あ、まあ、色男をちょっと揃えてみましたピックアップしてみました。モテそうな、くどくエネルギーになるかなって、あとは女性でいうと綾瀬はるかさんとか、深田恭子さん、宇多田ヒカルさんとか、まあ、ユウさん、山口萌さん、ほんわかした方、またタイプ2のスマイルって感じでもないけども、多分自分の空気みたいな、空気感みたいなのがある、このペースが時間とか空気感がすごい独特な、こうなんかちょっとゆったりした時間が流れてるみたいな、そんな感じ、綾瀬はるかさん本当そうですよね、多分そういう感じ、超マイペース、もう自分のペースでこう、だからこう慌ただしいのが嫌だったりするんで、なるほど、Q の人は、まあ、矢部さんなんかもそんな感じはしますね、というタイプを好きになった時、
落とそうと思った時にどうするか、うん、このタイプ9の、うん、人の恋愛傾向としましては、うん、自分をリードしてくれる強い相手に魅力を感じると書かれていまして、うんうん、まあ、たとえ誰かを好きになっても、うん、自分から積極的にアプローチしていくことはなかなかできない、うん、タイプ9は男性も女性も、うん、自分で引っ張っていってくれるような強い相手に魅力を感じる傾向があります、うん、なんでその恋人やパートナーとは一体化してしたいという気持ちが強くて、うん、相手の好みが自分の好みになって、うんうん、自分の好みより相手の好みの方をよく知っているようになりますと、うん、どうですか、まあ、ご自身はどうですか。引っ張っていくっていう、うん、と引っ張っていく女性に魅力を感じるかっていうと、まあ、そうではないかもしれない。なるほど。あ、けど自分のペースが乱されるのは嫌だ、嫌だっていうのと、ただあの有利タイプなんで、はい、積極的ではないと思うんですよね。なるほど、うん、なので多分タイプ5とかでもガンガンこう女性を口説きにとかっていうことは多分ないと思うんですよね。はいはいはい。有利タイプの人、有利タイプの人は、はい、なのでそういった意味でいくと多分引っ張っていってくれる人の方が、引っ張っていや積極的に積極的な来てくれて、うん、ペースに合わせてもらえると、うん、っていう人の方が多分付き合う確率が上がるだろうなって、上がるっていうことですよね、うん、なのでこう旧の人とかだったらこうじっと見てるよりはこう声をかけたりとかした方が確率は上がりますよ。そうですよ、ね、うん、であとはその反面、うん、この2人の間に深刻な問題や心のすれ違いが生じても、うんうん、あまりこのことを見ようとせずに、うん、自分の心の中でもその葛藤を避けて、うん、なんとかなるだろうって、うん、楽観的にやり過ごそうとする人たちです、うんうん、なんでそのたとえ、まあ、ここに書かれているのは、うんうん、たとえ相手が浮気をしていると知ったとしても、うん、まあ、そのうち戻ってくるよ、うんうん、で5年も10年も普通に待ち続けることができる、うん、なんてことが書かれています、うんうん、それは僕ではないかな。そうですね、うん、あ、ダメなら諦める、はい、あ、なるほど、そう、あ、まあ、次がいる。ただそれをガーッと攻めて、うん、なんかバチーンとかそういうのは多分しない、しないから多分浮気をして自分に気持ちがないみたいなことを感じ取ったとしたら、はい、スッといなくなる、まあ、僕はね。あ、なるほど、うん、で、まあ、忘れて次に行った方が早い、はいはい、みたいな。ただ隣の8の場合は、うん、そんな簡単にはいかないですよね。浮気をしているって知った時に、あ、8の人タイプ9は、うん、なんとかなるよなんとかなるよっていうのは思うと思うんですけど、うん、8がなんとかなるよとかはなりませんよね。8だったら多分攻撃しますよね。そうですよね。敵だ、 敵になります。敵国認定ですよね。そうっていう、まあ、違いが出てきます、うんうん、同じ本能タイプでありながら、うんうん、で、自分の意思がない、うん、相手の言うがままになったり好きでもない相手とずるずる付き合ってしまうことがあります、うんうん、なんでそのすでに付き合っている人がいるのにまた別の相手から積極的に迫られると、うんうん、どちらとも別れがたいので、うん、なんとなくなんとかなるよって三角関係が続いていくこともあります。あ、それはありそうですなるほど、うん、だから自分から彼女がいるのに他の人に手を出すことは多分ないけ ないけどこっちが積極的に来られて、うんうん、ちょっとずつちょっとずつそっちに侵食されるとっていうのはある、うん、向こうにもちょっとずつ一体化していく、うん、そうでこっちもこっちもなんとかなる、うん、なんとかなるというか多分気持ちだから2つにこう行くことはあんまりないけどこっちもわかるこっちもいい、こっちもいいですか。こう気持ちなのでこうA のっていう女性と B っていう女性がいるとするじゃないですか、はいはい、でこう付き合最初はこっちがこう好きだからこういるわけです、ね、ますね、でこっちにこうどんどん引っ張られていくわけですよね、はい、でこっちが好きになる、はい、っていう状態になったとしても、はい、この人とトラブルを起こしたくないからなるべくこうあやふやな感じにしちゃうみたいな。だから気持ちが両方にあるっていうよりは別れられないみたいな感じですよね。あ、なるほど、うん、自然消滅を狙うみたいな。あ、そんな感じ。ここでこの人が好きになったからあなたとは分かりたいみたいなことは苦手。これタイプ6的にはもうっていうちょっと考えられないはっきりそれはやっぱ僕はなんかはっきりさせたいんですよね、うんうんうん、なんて
違いがあるのかなと、うんうん、で多分ここでつながりが切れるのも嫌なんですよね。なるほど。切ってしまう、この人が敵脇をしたとかだったら簡単に切れちゃうけど、はいはい、そうじゃないとするとなんか切ってしまうのもみんなを愛しているそうみたいな感じ。なるほど、うん、ただまあ結婚をした場合は、うん、まあ、その特に旧の人は安定を求めて、うん、まあ、平穏無事な生活を望むでしょう、うん、でリラックスした温かい家庭を作っていくっていう書かれ方がしています。だから結婚すると誰かが来てもリスクじゃないですか。平穏が崩れ、平穏無事な生活を満たされるわけですからね、うん、なのでこうなかなかこういかないっていうのはあると思うんですけど。なるほど、うん、実際そんな感じ、うん、でパートナーとの付き合い方としては、まあ、その葛藤を避けようとするタイプ Q は、うん、まあ、2人の間で心のすれ違いが起こった時も、うん、なかなかそのことに目を向けようとしない傾向がありますよと、うんうん、なんでその相手が、うん、例えば相手が怒っている時に、うん、なんでそんな怒ってるのとか、うん、別に腹を立てることじゃないじゃん、うん、みたいな態度であまり真剣に受け止めようとしない傾向がありますと、うんうんうん、でそのもしかしたら相手を怒らせているっていうことに気づかない場合すらありますと、うんうん、でこれはまあタイプ Q の方への話としては、うんうん、あ、まあ、そのもしパートナーとうまくやりたいって思うなら真剣に気持ちを受け止めてくださいねっていうことが書かれています。この怒るタイプ Q の人って怒らないじゃないですか。怒らないで、うん、まあ、一番怒りを持ってるけども、うん、葛藤を避けたいから見ないようにしているとはいろいろ書かれています、うん、その多分沸点がすごく高いからちょっとやそっとでは気にしないので、なるほど、よくこうあの人なんで怒ってるんだろうっていうのはよくありますよ。なんでタイプ8の人の沸点が40度ぐらいだとすると、うん、タイプ9の人はまあ200度ぐらい、うん、なのでこの40で怒れる意味がわからない的なことは思ってたりするんで、うん、その40で怒る人の気持ちがわからないんで、その怒りに気づかないことはあったりするかなっていう。ただ200度に達すると、うん、あ、200度に達するとその怒りはとても激しい、その、まあ、噴火するみたいな感じですね。あ、で、まあ、そういうこのほんわかタイプのタイプ Q を落としていくには、うんうん、これはもう積極的に、うん、積極的に行くしかないけども、うんうん、なんて言うんだろう、この積極的に行って、うん、自分のペースで引っ張っていこうとすると、うん、なんかちょっと違うのではと思うんです、うんと、まあ、でも自分のペースに引っ張れると思いますよ、Q の人は。なるほど、乗ってきてくれる、うん、乗ってきてくれるから、まあ、引っ張っていってあれるのはいいけど、はい、多分引っ張らせるとダメですよね。引っ張らない、うんと、引っ張らない、例えばちょっとデートどこ行くか決めといてみたいな。あー、なるほどっていう相手にこう引っ張らせようとするとこう多分ストレスがかかってくる。ただその、うん、なんていうんだろう、タイプ7、うんうん、僕はタイプ7だとして、うんうん、あそこも行こうよ、ここも行こうよ、うんうん、あ、これもいい、あれもいい、うん、ギュギュってやると、うん、なんかその犬が抵抗するみたいに、うん、なんかなりそうな感じがするんですけど、まあ、でも、いきなりじゃなければ多分染まっていくんで7に同化していくんで引っ張っていくことはできる。ただどこかでその、うん、要は自分の世界があるわけじゃないですか、うん、あ、そう、なのでそこさえ大切にしとけば大丈夫かなっていう。そのそこが人それぞれなんでちゃんと見てあげないと、この野球が人だったらこのナイターを見る時間だけはこう邪魔をせずに見とくとか、この人の好きな、うん、この人たちが好きにしている世界は、うん、そこには手を出さない、そこはこうなるべく壊さないようにしつつ、デートの時とかはこう引っ張っていってあげるみたいな。そうすると同化してくる、同化してくる。なのでこう引っ張らせようとするのが多分一番抵抗する。ああ、なるほど、そう、あなたが全部決めてみたいな。なるほど、うんうん、だとするとある程度好きになった場合、うんうんうん、主導権をギュッてこっちで握ってしまえば、うんうんうん、ある程度そうそうついてきてくれる、ついてきてくれる。だから7とかでも次あそこ行こうよあそこ行こうよって言われてれば、
あそれも楽しそうだねみたいな感じでどん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 ついていくと思うんです。自分の世界が乱されなければ、そうそう、なので多分結構簡単だと思うんですよね。僕今もそう、まあもうあやすか、早く付き合えるじゃんって今思えてきました。まああとライバル次第ですよね。あ、なるほど、なるほど、そうですね、うん、あなんか全然宇多田ヒカルさんとか僕いいですけどね、うん、いけると思ういけると思いますよあ、まあ本当になんか身近に綾瀬はるかとか宇多田ヒカルとかいれば、はいはい、いけるんじゃないかなと思いますよ、うん、チャンスです、うん、で、このタイプ Q の人との付き合い方、うんうん、上手な付き合い方としての、まあ、アドバイスとして書かれているのは、うん、彼らの優しさ、うん、そのまあ、合わせてくれるっていう優しさ、うんうん、で忍耐力、うん、火がつくのは遅いけども、うん、やると粘り強いっていうのはいろんな本に書かれています。ずっとコツコツやるみたいな、はい、っていうところには感謝しましょうと、うんうん、あとはその声をかけたり、うん、まあ、これアメリカの本なんで、うん、抱擁したりして愛しているということを形で表してあげましょうと、うん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 、あとはそのよく言われるのは怠け者だとよく書かれています、うんうん、でそういう何かをしないっていうことに焦点を当てるんじゃなくて、うん、やったことを認めてあげる、うんうん、僕からするとなんかもう舐めやがってなってくるんですけどうん、うん、そうでもない、まあそんな部分もあるっていう、あ、なるほど、っていうのが大気球な感じ、まあ、自覚はしてる。あ、なるほど。なのでこう粘り強くやるっていうのはこうルーティン化しちゃえばいいって話なんですよね、はいはいはい、僕的に、はい、あそれを、そうだからルーティン化するまでは結構大変なんですよ。自分自身もこれやらなきゃって言いつつ後回しにしたりするんで。あ、なるほど、うん、であとはその決断するまで長い時間がかかってしまうかもしれませんが、うん、そこはじっと我慢しましょうと、うんうん、あとはそのタイプ Q の中には物事を頼まれると、うん、それをすべきことをしていないって非難されているように受け取る人もいるのでそこは気をつけましょうと。僕はそんな感じないですけどね。なるほど、うん、ただこう頼まれると断れないけども、うん、その断れないけども断れないストレスがたまる、頼みやがってみたいなっていう話ですよね。気をつけますあとその批判するときや何かをしてくれとお願いするときは十分そういったところがあるよって考えながら気をつけてお願いする、うんうんうん、だからあの結構頼めば何でもやっちゃう、はいはい、引き受けてくれちゃうところがあるので、でその暇なときは別にいいんですよ、はいはい、やるしけど忙しくてもやりますって言っちゃうんですよね。言っちゃうんで、はい、でそういうとこですよね。すっごい忙しいのにやりますって言って自分でストレス抱えてるんですけど。なるほど。そうなのでこうただ頼まれるのがストレスではなくて、その多分状況を見ながら頼んだりすると大丈夫なのかなって。断れないっていうところはやっぱりあるんですか。断れないっていうところがある。だから絶対やりたくないこととかでも、あ絶対やりたくないことは断るけど、はい、やりたくないことでもこう頼まれると分かりましたみたいな。なるほど。なんであとはそのまあまさしく出てくるんですけど、うん、知っていただけるとか、うん、手伝ってもらえるっていうお願いの仕方なら問題ないんで、うん、ですけども、うん、しなさいとか、うんうんうん、あなたはこれをこうするべきっていう言い方だと歯を剥き出すでしょうと、うん、この自分のペースがある、誰よりも自分のペースがある、自分のペースがあるからこうやれって言われるとやりたくなくなるみたいな。実はタイプ8よりも本能センターとして強い怒りを持っている、うん、本能の真ん中ですからね、はいはい、で、まあ、こうすればタイプ9を支えられますよっていう書かれているのは、うん、良い聞き手になってあげましょうと、うん、彼らは自分の考えを言うのは好きだと、うんうんうん、考えを持っていないわけではない、うん、何でもやるよって言ってくれるけども、うんうんうん、別にそれは考えを持ってないわけではないよと、うん、あとはその悲しみをなかなか出さないので、うんうん、出してもいいんだよ、僕には出してもいいんだよっていう支え方、うんうん、あとはその彼らがノーって言っても、うん、別に僕は君たちから離れないよ、うんうん、別にやだならやだって言っていいんだよって伝える、うんうん、本当に全部いいよって言っちゃうよと、うん、言っちゃう、はい、あとはその落ち着いた環境を保てるよ、うんうん、だからその
張っていきつつも、うんうん、自分たちが大切にしている世界は決して犯さない、うん、犯さない、あ、なんか口説けるじゃん、口説け、思ってきました、思ってきました、うん、口説きやすいと思いますよ、こう自分の確固たるこういう人がいいみたいなのがないんで、はい、多分どんな人とでも付き合えるタイプ、一体化してくれる、一体するで、その、うん、大事なとこだけ見極めれば、うんうん、僕のペースになってくれる、あとはそのいつも人のしたいことに合わせるのではなくて、うん、たまには自分の関心、うん、希望を言ってよと、うん、そっち僕付き合うからさ、うん、みたいなことも言ってあげましょうと、うんうん、あとは、何か誘う時とかもそうなんですけども、うん、まあ、彼女らが何をしたいのか、うん、どう感じているのかっていうのを、例えばそのどこどこ行きたいとかでもそうなんですけども、うん、いろいろ選択肢を出して、うんうん、どれがいい、うん、なら多分選ぶ、あ、そう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 、どこに行きたいじゃなくて、ご飯何か食べたいって言われるとあーんって困るけど、これとこれとこれがあるけどだと選ぶ、うん、だからレストランに行ってこうメニューがあればパッと選べるんですよね。なるほど、こうもっと漠然と今日ご飯何にしようかだと何でもいいよって、いや本当に 何でもいいんですよね、何でもいい、うん、はい、っていうタイプ Q でございます、うんうん、なんで比較的、うん、そのこっちに引きずってしまえば、うんうんうん、合わせてくれる人たち、うん、それもタイプ6みたいに、うん、なんか嫌だけどまあ合わせるか、うんうん、じゃなくて、うん、本当に合わせてくれる、本当に合わせ、だからこう多分ずっと一緒にいるとだん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 こう寄ってきてくれる人たち、一体化してくれる、なってくれる、うん、なのでこうあんまり焦らない方がいいかもしれないですよね。ああ、なるほど、口説こうと思って、まあ、男性だったら女性をもうすぐこう誘って、なんとかしてやろう、なんとかしてやろうっていうよりはこう近くにいてこう見守ってあげて、こう今度どこ行こうよみたいな、お茶行こうよぐらいからこうバーッと好きな空気感になる、そうそうそう、はいはい、っていう感じの方が多分口説きやすい、いけそうな気がする、うん、いかがでしたでしょうか、タイプ9の口説き方、はい、口説きやすいと、口説きやすい僕はこうよくあの女性このレベル以上あればみたいな、この水準より上だったら誰でもいいみたいなことよく言うじゃないですか、本当、はい、そんな感じ、多分そんな感じなんで、そこに入ることが多分重要ですよね。なるほど、っていうタイプ9でございます、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます。